皆さんおはようございます。2020年7月12日フェイスゴードメソジスト教会日本語部礼拝を始めさせていただきます。賛美をもって始めましょう。ご起立できる方はご起立ください。朗読文、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私は光として出してきます。あなたの義の裁きを守ることを。私はひどく悩んでいます。主よ、御言葉通り私を生かしてください。どうか私の口の進んで捧げる捧げ物を受け入れてください。あなたの裁きを私に教えてください。しかし私はあなたの御教えを忘れません。悪者は私に対して罠を設けました。しかし私はあなたの戒めから迷い出ませんでした。私はあなたの指図を永遠の導きとして受け継ぎました。これこそ私の心の喜びです。私はあなたの掟を行うことに心を傾けます。いつまでも終わりまでも。ご着席ください。お祈りに移らせていただきます。課題はありますでしょうか。タミーさんのお父さんが一昨日亡くなられたみたいなので、そのためにお祈りしたいと思います。他には大丈夫ですか。ではお祈りします。恵み深き天の父なる神様、あなたの御名をここに褒めたたえます。あなたの大いなる愛によって守られ、一週間私たち一人一人が無事に過ごすことができたことを感謝いたします。今はこの場所に集まることはできませんが、兄弟姉妹たちがそれぞれの場所で心を共にして一緒に祈りを捧げてくれています。全能なる神様、どうぞ私たちの祈りを聞いてください。
あなたの御力によって世界中の人々をコロナウイルスという敵から守り、一日でも早く心の平安が得られる日々が迎えられるようにしてください。また困難な時に一人一人があなたによって守られ、癒しと励ましを受けるように導いてください。日本では水害で多くの人が被害に遭って、たくさんの人が亡くなっています。どうぞ私たちの祖国を守り、そして一人一人に寄り添ってください。また私たちの、いつもよき理解者となってくださっている、英語部のタミーさんのお父様がおととい急に亡くなられたと聞いております。どうぞあなたが深い悲しみの中にいる家族を、家族の悲しみに寄り添い支えてあげてください。これから御言葉を取り継ぐ平田牧師を導き強めてください。あなたの愛のメッセージを豊かに語らせてください。また聞く私たちの心が聖霊の働きによって開かれますように。どうぞ今日からの1週間も私たちの健康、家族、そして教会をお守りください。病気の人を助けるため、さまざまなところで危険のリスクの中にいる人たちの健康をお守りください。そして病と戦っている世界中の人々が癒されますように。これらの言い尽くせないたくさんの祈りを感謝とともに贖い主、主イエスキリストの皆を通して御前に捧げます。アーメン。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を贖めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を拝読いたします。今日与えられている箇所はマタイの13章1節から9節です。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種まく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。はい、おはようございます。パート2です。先週は種まきの話をしました。今日はそのパート2で、種をまいても、収穫につながるのは4分の1の種だけだという話をしました。でも、約束されているのは素晴らしい収穫でした。4分の3がダメでしたけど、種まきは続けます。落胆しないで、希望を失わないで、諦めてはならない。だから農夫の人は種まきをそれでも続けるんです。霊的な種まきというのは、そういうものですよとイエス様は教えてくださいます。なんでだろう、なんでうまくいかないんだろうっていうのはここです。真理というのは隠されたものです。興味がないな、心がちょっと硬くて受け入れないなという人はね、いくら聞いてもわからないんです。学びたい、主を知りたいと思う心にイエス様は答えて霊的成長を与えてくださいます。
で天の御国は大きくてすごい素晴らしいんだけど、この頭でね、すべてを理解するっつのはちょびっと難しいです。想像できない？神様にある命、祝福を経験すると、味わうと分かってくるんです。こんな素晴らしい天の御国のメッセージ、なんで4分の3の人はダメだったんだろう。成長しなかった理由をイエス様はこう教えています。これね、土の問題です。土地の問題です。土地によって種の育ち方に大きな違いがありました。種は同じです。同じ御言葉をみんな聞きます。喜んで受ける人もいるんです。みんな最初から御言葉を拒否する人もみんなじゃないんですね。最初が嫌だっていう人もいれば、最初はああいいという人もいるんです。一度は教会へ行き、天の国の言葉である種を心にまかれるんです。でも育たなかった土地は3種類。一つ目は固い土地、道端です。心は固く根もつかない場所です。御言葉を聞いても悟らない。そうするとどうなるかって言ったら、鳥が来てそれを食べちゃうっていうんですね。悪いものが来て心に巻かれた天の国の言葉を奪っていってしまう。心から御言葉がなくなる、消えてなくなるんです。固い心の人は無関心な心の人です。あ、エサオの話しましたね。先週無関心でした。悟ることができません。だから心にも残らないんです。関心を持って聞くと少しは心に残ると思うんですね。まあもったいないなと思います。教会に来ても私ですよ、礼拝中によく寝ました。他のことを考えてデイドリームをしました。ああ宿題どうしようとかいろんなことを考えます。まあよくありますね。みんな、私だけじゃない。御言葉が心の中に入らない時です。これどうすればいいのか。この固い土地を持つ人は、まあ掘るとか、掘ってもダメな時はアスファルトの土地、みんなどうやって掘ります？掘っても無理ですよね。うわーっと叩き潰す感じですよ。大きな力で人生がひっくり返るようにしてもらったら大変です。ロビンソン・クルーソーの人生を思い出してしまいました。大きな試練を通さないと神様を知る柔らかい心にならない。それは大変です。でも放っておくと鳥が来て食べてしまうんです。この鳥は悪いものです。だからまあ今はいいじゃん、来年に真剣になろうと思ってしまったり、時間は迫っているのに、今日今この時悟って御言葉が心の中に入らなければならない。来年ではもしかしたら遅いかもしれない。明日命がなくなるかもしれないんです。今日天の御国を覚えて悟って自分のものとして欲しいと願うんです。二つ目の土地は岩地です。岩地にまかれるっていうのは、御言葉を聞く。するとすぐに喜んで受け入れる人です。でも、自分のうちに根がないから、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難、迫害が起こると、すぐにつまずいてしまうんです。まあ浅いんですね。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れます。しかし心はちょっとの土の下は岩地です。土はあるにはあるけど浅いから目では見えないけど岩の土地です。根が張れない、信仰の基礎が弱い人です。根がない人です。簡単に恵みを受け福音を受け入れても挫折も早いし諦めも早いんです。まあ不安定で感情的な信仰の
人が多いです。今日はね、恵みを受け喜びます、笑いもあります。でも明日は全く別人なんです。なんか迫害を受けて困難があって信仰が沈みます。喜びはなくなり、反対にもうムカムカしちゃうんです。信仰のためにこんなことが起こるなんて、本当に神様は、本当に教会は言ってあげてるのに、クリスチャンで奉仕もしてやってるのに、もうやめよというとこです。信仰はどこに行ったんだろう、根はあったのかと思わされてしまいます。御言葉に根ざさないと現れる現象です。主のために困難や迫害を受けるたびに、信仰を持って奉仕しているのに苦労をする、そのうちにもうええわ、そして信仰から遠のいてしまうんです。もう教会いいわと言って行かなくなってしまいます。根がないから天の御国の深みや御言葉の深み、神様の言葉の深みに到達できないで終わるんです。三つ目の土地です。茨の中に巻かれるとは、御言葉を聞きます。この世の心遣い、富の惑わしが御言葉を塞ぎます。だから実を結ばない人のことです。茨の中に落ちる人は、最初いいですね、天の御国の御言葉を聞いて、血は良いから根も張るんですよ。迫害にも耐えます。大丈夫なんです。いろいろあっても、いろいろ言われても、まあ教会いろいろ言われますね、でも大丈夫なんです。なんとか神様が共におられるし、だから芽が出て成長します。しかし問題は茨です。世の不安、心配に閉じ込められて抜け出せないんです。心配と不安の生活から抜け出せないんです。それはね、心配のない人が世の中にいるかっていません。そうでしょ。心配事がないっていう人はカウンセラーに行ってみてください。本当か、ちゃんと生きてる、あるに決まってんです。人間ですから皆さんね。あなたのうちに誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかとイエス様が言ったんです。私たちは皆心配して悩み生きる生き物です。人間はそんなもんです。でイエス様はよくよくこれを知っておられました。そして悩むと救いの喜びが押され潰されてしまうんです。だから気をつけるんです。もう一つ気をつけるもの、誘惑です。富の誘惑が自分の信仰の上を覆う時がやってきます。信仰成長しようってするときね、挫折するんですね。それが繰り返すとき、実が結べないときあります。栄養失調みたいなもんですね。茨が太陽の日が当たらなくて成長ができないんですね。悩み心配誘惑の茨に縛られ、どうすることもでき動けないんです。まあ仕事が悩みな人、ああもっとねお金が欲しい、そしたら仕事でもう悩むことはせんと、仕事を辞めて生活も心配しなくていいから、そしたら信仰生活をもっと熱心にしよう、まずはお金がいっぱいあって嫌な仕事は辞めてとか、まあそういうふうにちょっと順番がですねひっくり返っちゃうんですね。こんな生活はダメだと思っていってもどうしようもないんです。神様の御国を経験できないで喘いでいる状態です。でも四つ目の土地があります。これは良い地です。良い地にまかれるというのは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。このよく整えられた土地に種がまかれると成長します。天の御国の言葉を聞いて喜んで、まあ吸収するんですね。
悟って自分のものにします。特別なことは何をしているわけでもないんだけど、御言葉を、まあ、素直に受け入れる土地です。柔らかい土地だからね。奇跡は成長はね、バーンじゃなくて静かに成長します。ゆっくりと奇跡が、成長という奇跡が起こります。御言葉が心に浸透するから、天の力、喜び、忍耐、柔和、自制、愛などが働き始めるんですね。で、あれほどもう嫌いで憎んでって人がいるとしたら、まあ、その憎しみというものが消えてるんです。許せないと思う人が許してるんです。ことごとく周りの人のせいにしてきた自分なのに、今は自分の罪だ、自分のせいだと反対のことを言い始める力が与えられるんです。自分の性格、まあ、罪に問題があると分かるんですね。で、旗で横で見ていても、あの人価値観、考え方がなんか変わってきてるなぁと感じさせるんです。心がへりくだり、柔和な心で謙遜になって、なんか神様のことを考えるね、思考回路っていうのがね、だん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 こういっぱい増えてくるんですね、頭の中で。自分の人生がちょっとずつ整理され、まあ、精神的に言えば成果される、清められていくというんですね。変化が起こるんです。それも100倍、60倍、30倍の実を結ぶようになるんです。大きく変わります。御言葉が心にぐさっと刺すと、自分自身をポッポッポッと砕くんですね、心で変えられます。自分が知らないうちに変化があるんですね。でも自分がちょっと変わったなっていうのもなんとなくわかるし、心の中で神様が力働いてるなっていうのもわかるんです。御言葉を読んで深く深く入る人は、変化が起こると周りが分かり、周りも変わるんです。この地に天国を天の御国を作る人と言われます。いつもイエス様が一緒にいると嫌な人生もだんだん変わりますよね。いつも天国の体験をすること、イエス様を体験すると人生が変わります。悪いことがあっても、イエス様が与えるいいことが上をぐっと覆うんですね。ほら、三つ目の人はいいと思っても悪いことが上を覆ったけど、それが反対になるんですね。だから悪いことがサプレスされる、押し殺されてなくなるんですね。実を結び始め、人生が楽しいと感じます。実が大きく成長して喜びが与えられる。わー、実が大きくなってると喜べるんです。さて、ヤコブさんです。彼はほら、主の祝福をいただきたいと熱心に願う人だったでしょ。で、お兄ちゃんから奪い取るじゃないですか。で、その神様の契約、まあ、約束、祝福の約束は苦労の20年から始まります。最初は20年苦労するんですよ。その苦労も半端じゃないんです。まず家を出ます。親元から離れます。守られ、安定した生活がなくなるんです。どういう意味かって言ったら、お金がないんです。で、どういう生活をするかって言ったら、毎日仕事、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 お金はない、ない、ない、ないです。それも一人ぼっちで孤独です。20年の苦労がスタート地点です。ことごとく、これが祝福かいなと普通の人なら思うような人生です。でも、一人だった彼は
結婚をし、まあ、奥さん2人プラス2人4人ね、ちょっとこれは問題。でも子供息子が12人ですよ皆さん。大家族に恵まれるんです。時を経て実が大きく成長します。すぐじゃないんですよ、時がかかるんです。ヤコブがいるからイスラエルの国は12部族になり、息子12人でしょ。明らかに彼の人生祝福がついて回るようになります。そしてみんなが言うんです、ヤコブがいるから祝福がある、ヤコブがいるから主の祝福があると言われる人になります。だからヤコブ父さんがいるから、ヤコブじいちゃんがいるから、うちの家は大丈夫だと神様の祝福がある、そういう人になるんです。私たちもこれから祝福まだまだいっぱいもらい、信仰もこれから成長し続けます。これから変えられます。これから実が多く結ぶ人生を歩むんです。だから、あ、ちょっとごめんね、さやかさんがいるからいいよね、由美さんがいるからいいよねというように言われるんです。この御国をこの地に見せる人となっていくんです。それがヤコブがいただいた神様の祝福です。お祈りいたします。天のお父様、私たちの人生は神様の祝福をいただける人生です。まだまだこれからもっと祝福をいただきます。そして信仰もこれからもっと成長していきます。私たちは変えられ、実が多く結ぶ人生を歩みたいです。ヤコブがいるから主の祝福があったように、私たちがいるから主の祝福がこの世にあるように願います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立できる方はご起立ください。賛美いたしましょう。
祈りいたします。私たちのために死んでくださり祝福を約束してくださったイエス様の素晴らしい恵みと父なる神様の愛と聖霊の親しい交わりがどうぞ一人一人の上にありますように。アーメン。では報告に移らせていただきます。霊的成長のため聖書を読み祈るデボーションタイムを持ちましょう。デイリーブレッドが届いています。コロナウイルス問題で教会の集会は自粛です。日曜礼拝は日曜日の朝9時、教会ウェブサイトで閲覧ができます。過去の礼拝も教会のウェブサイトで閲覧ができます。水曜日7時半からズームバイブルスタディがあります。7月の19日はチャド兄とベッキー牧師が休暇を取ります。礼拝は教会ウェブサイト、フェイスブックで、参加閲覧してください。以上ですが他に何かありますでしょうか。大丈夫ですか。では水曜日のバイブルスタディお休みになります。あ、そうですね、はい。はい、今週の水曜日はお休みです。はい、では以上で日本語部礼拝を終わります。